10月27日中国山地の山あいにある鳥取県智頭町にやってきました。江戸時代宿場町として栄えたこの町には今も風情ある町並みが残っています。ここで年に一度行われるのが虫井神社の花籠祭り。江戸時代から続く祭りです。その中心となるのは町の東端にある足津集落。すごいのどかな町で、なんか地元のおばあちゃん家を思い出す感じがありますね。花籠祭りとはどんな祭りなのか、準備をしている集会所を訪ねました。こんにちは。祭りを取り仕切る寺谷健二さん。こちらこそお願いします。はい、花籠祭りってどういうお祭りなんですか？氏子たちがね、綺麗な花を作って花籠にして、それを五穀豊穣を願って神社に奉納する祭りです。その花籠を早速見せてくれました。これが花籠に刺す花ですね。綺麗でしょ？すごい綺麗。これ一本一本作ってるってことですよね、貼ってとか。そうです。花は集落の人たちが一日がかりで手作りしたもの。竹ひごに巻く髪の色は5色、緑は山の神、黄色は土の神、赤は火の神、桃色は福の神、紫は水の神。五色すべてに意味があるんだそうです。これを、このカゴに作ってる、ここに刺して、これを全部刺すんですよ、ここに。すごい華やかな感じになります。そうですよ、とても綺麗になりますよ。はい、で花男っていう人が背負って虫神社まで行くんですね。花男とは花籠祭りの主役。毎年一人集落の若者から選ばれます。条件は独身20歳以上、貧困法制であること。今年はね、ちょっとイケメンの男の子がね、稼ぐんですよ。ちょっと期待してもらいたい、楽しみにしてもらいたいなと思いますね。はい。夜、集会場に集落の人たちが集まってきました。始まったのは、キリン獅子舞の稽古。頭がキリンになっている珍しい獅子舞で、鳥取と兵庫の一部で特徴的に見られるそうです。明日花籠と一緒に奉納するため、この日は最後の稽古です。その中に今年の花男がいました。平井忍さん。今は集落を出て鳥取市で働いていますが、祭りのために帰ってきたと言います。花男のなり手がいないっていうのを聞きまして、まあ、村の、大事な祭りなので、まあ、誰かがやらないといけないし、まあ、村のためになるならと思って引き受けました。祭りの朝、集会場に今日の主役花男の平井さんが現れました。到着するや向かったのは集会場にある共同浴場。花男は神への使い、
奉納前に禊をするのが古くからのしきたりなんです。その頃表では花籠作りが始まっていました。ような消耗すげえだっちゃこれ。もう一つ花男に欠かせないのが化粧。これも華やかに見せるため。どうですか似合ってます。あ、そうだそうだ。花男の支度が整うと宴が始まりました。力やっぱ飲まなきゃいけない。すると平井さんはなぜかお酌攻め。祭りの前なのにこんなに飲んでいいんでしょうか。どうしてあんなにいっぱいお酒飲むんですか。お酒をいっぱい飲んで、で本人の花男になる人に邪気とかそういうものをきれいに、体をきれいにして、で神様に近づけるというか、そういう人間を清めてしまうというようなことを聞いてるんですけどね。じゃあ飲めば飲むほど。飲めば飲むほどいいと思います。お酒を飲むことで神様に近づける、大事な意味があったんですね。頑張ってね。午前10時、いよいよ花男の出発です。虫井神社まではおよそ2キロなんですが、すでに足取りはこの通り。大丈夫かな。そんな花男にさらなる試練が。できたか。できたって。そうだね、出てくるって。どうも、関石書だ。関書とはこれ。どうぞ。今日は久しぶりに用できてみてね。どうぞ。ええ、ガタイナプロ。今日はもういくら飲んでも、もうグテグテになるまで、それが花男の役割です。よし、どこの若手だ。え、おはようす。おはようす。うわ、もうフラフラ。午前11時、ようやく虫井神社に着きました。お疲れ。すごい、すごい、すごい。おい、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 
背負った花籠を下ろせば大役は終わりです。オッケー、オッケー、よう頑張ったよ、頑張った、頑張ったよ、頑張ったよ、その直後でした。集まった人々が花籠に群がり、
花を抜き始めたのです。実は花男が奉納した花は集落の人々を守る大事なお守り、みんな家へ持って帰るそうです。続いてはキリン獅子舞の奉納。寺谷さんが花籠祭り最後の行事を見せてくれました。で、もらってきた花をこの輪っかにしてですね、でこれで屋根にあげます。見ててくださいね、あげますから。あげますよ。はい、よいしょ。おこういうふうにあげるんですね。で家が火事にならないとか無病息災という願いを込めてこうやってあげるんですね。はい、これを実は山本さんにあげようと思ってプレゼント、屋根にあげなくても部屋のどっかに置いとけば、はい、無病息災になりますので飾っておけばいいんですか。飾っておけばいいです。はい、こんな綺麗、ありがとうございます。これ持って帰ってください。荷物になるかもしれない。持って帰ってください。ありがとうございます。素敵なプレゼントまでいただけた虫井神社の花籠祭り。花男さんは大変ですが、神様がちょっと身近に感じられる美しい祭りでした。